てるたまみんついてるついてるたまみんついてるたまみんほらへいへいほーもうひとつたまみんあなたにもついてるあげて。はい、またまた来ましたよ。ついてるともみんさんでございますよ、皆さん。はい。いやー、本当にお弁当様、すごい車ですね。すごいですね。だからジャージです。つって。アメ車人生から、ベンツさん人生に変わりましたよ、私は。成長しましたね。いや、アメ車が悪いって言ってるわけじゃないですよ。でもやっぱり V8 からは離れられなかったっていうことです。ね、お弁当様って V8-5500 だからね。うん。シボレーのね、V8 もね、350っていうエンジンはね、5700なんですよ。はい。まあまあまあいいや、そのエンジンの話はね、またすると、マニアックな話になってしまいますんでね、皆さんね、そんな感じでございますよ。今日はね、天気がいいですよ。はい。今のベイブリッジ上空ですけどね、ちょっとはベイブリッジさっき映ってたのかな、また動画を見なきゃ分かんないけど、今これね左端しか映ってなくて網しか映ってないのかな。すいませんね、本当にもうね、あれだね、今度俺うちにさ、お狐様のね、半分上顔の半分隠れるお面がね2個あるんですよ。なんでそれで動画撮ってもいいのかなとも思ってます。はい、うん、それやろうかね。それとこのライオン丸さんで、で昨日ね家帰ってあれですよ、ウーパーさんの前からね動画撮ろうかと思ったらね、なんとすごいことになっててね。水槽の中がすごいの、もう濁っちゃって。ちょっとご飯やりすぎちゃったみたいでね、びっくりした。なんか上にもなんか食べ残しのやつが浮いててさ、うわーっつってね、昨日フィルターの中全部交換してね、で今日回しっぱなしにしてるから、多分今日綺麗になってんじゃないかな。これでダメだったらちょっとまた対策考えますよ。あ、本当にいろいろなことが起きて楽しいな。あ、すいません。そうそう、それでね、まずついてるキララさんのブレスレットは、今日作りますよ。帰ってお家帰ったら今日作り入れますからね、またできたらそれは出来上がりましたって入れますからね、動画。はい、そう。それとあとさっきも言いましたが、ベンツさん動画にコメントをいただいた方、後で返しますよ。今は運転してるから返せないので動画で返してます。でも大丈夫ですよ、ちゃんとコメントはコメントで返しますからね。コメント返すの好きなんですよね。なんか知らないけど、できるうちはやろうかなと思っておりますので、皆さん、はい、言ったことはやりますよ。そう、何より、それより、何より、あなたたち耳の穴かっぽじってよく聞きなさいよ、本当に。ウクレレの方、僕が声が素敵でこの人とコラボしたいなっつって、オープニングとエンディングと、あとほら間のこの喋ってる時の後ろの BGM をウクレレでやってくれたらもう最高だななんて言ってた話あるじゃないですか。あの方ね、すごい長文のねメールいただきましたよ、Gmail で。それもね、たまたまほらついてるキララさんとメールくださいとか言ってやってたところにねくれてね、そのメール本当にすごい感動のメールですよ、あんたたち。あんたたちって失礼だよね、本当すいません、失礼極まりないですね、ここね。はい、それでね、もう本当に心が震える感じのメールですよ。もうこれもうなんだ、うわーって感じ。だってあれですよ、
女版のついてるトモミになろうなりたいですっていうような定義ですからね、でこういう一緒のような考えを持ってる人がいたなんてみたいなさ、私は感動しましたみたいなね、感動して泣きそうですとか言われちゃって、もう本当にこっちは泣きそうですよ、そんなこと言われちゃったらもちろんあの嬉し泣きですよ皆さん、悲しいんじゃないわけじゃないですからね、大丈夫ですよそうそう、だそれでね、そうそう、その方ね、名前早く決めちゃいましたいいですよね、あの名前でいいんじゃないですか、どっかについてる入れたらいいんじゃないですか、ついてるって入れたらもうそれでだって一回ついてるっていうことになるから、ついてる波動がくっついてきますよ、自分にピタッてピタッとなっつって、ピタッピタッピタ太郎ですよ、ピタ太郎まあいいや、はい、そしたらあれだね、ペンとアップルとパイナップルと先になっちゃいますよねいや、そこまでパクんないですから大丈夫ですよ、はい、でそう、その方ねとコラボしてくれるって言うんですよ、 OK もらっちゃったんですよ、僕すごい引き寄せじゃないですかこれ、引き寄せだし、まあ本当に願い事って叶うでしょ、スピード速くなったでしょ、3日か4日の話ですよこれいやまだあのそのねメールにも返してないんですよ、僕まだね返せてなくてごめんなさいね本当に、うん、あの返しますんでね、それメールはメールできちんと返させてもらいますよ、ちょっとあの連絡取り合ってやりましょうよ本当にね、コラボ企画第1弾、うん、楽しみだわ、あの局長とかはお任せいたしますよ、私のあの音程がずれてるのもこれどうしていいんだか自分では分かんないので、その辺もあの伝授していただけたら幸いです、はいあ楽しくなってきたこれ、本当にもう皆さんハッピーをハッピーで何ですか、ハッピーニューイヤーですよ本当に、新しい耳ですよ、新しい耳だからニューイヤーですよ、違いますよそれもね、はい、もうどんどん調子に乗って大波乗っていきましょうよ、もう皆さんで掴みましょうよ、もういやーこれは本当にすげえぞこれ、所さんも引き寄せますからね、僕は必ずこれでいいじゃないですか、そのウクレレついてるウクレレさんと僕と所ジョージさんの3人でコラボみたいなね、どうですか、所さんとこれでなんかこう、まあ例えばいつもやってるエンディング、あのエンディングかオープニングかわかんないけど、ついてるいいことあるザーあついてたんまみんっていうのは俺と所さんとでハモりながら、そのウクレレの人も後ろでウクレレ弾きながら歌ってくれるなんつって、こう3人で撮るっつうのはなんかすごいいいじゃないですかこれお夢がプラスアルファされたぞ、もう所さんとすごいですねだけじゃダメですね、もっと欲をつけましょう、欲はいいんですからってひとりさんも言ってますからね、うん、なので僕とついてるトモミンとついてるウクレレさんと所ジョージさんでオープニングとエンディングとやるっていう、あやりましょうよそれ、ついてるウクレレさんカリカッコカリっていう名前でああ楽しい、はい、すいませんまたベラベラ喋ってこれ10分ぐらいになっちゃいました、なのであのご連絡しますんで、はい、すいません、じゃあこれちょっと閉めますかね、そんな塩梅のついてるトモミンでした、動画じゃないチャンネル登録皆さんよろしくお願いします、あのこういう話とか、あとは真面目な話もやってます僕は、お悩み相談もやってます、何でもやってます、なので何でもコメントください、もう言われたこと動画にしますよ、僕にできることならば、はい、で今日晴れたんで何ですか、早くもし帰れたら昼間のお弁当動画さんも撮ってもいいかなって思ってますよ、はい、どんどんあのベンツさんもね動画にアップしていきますんでよろしくお願いしますよ皆さん、じゃあエンディングいきますよ、どれが出るでしょうか今日のエンディングは、3、はい、出てこないぞ、どれにしようか。
なんだどうしたともみん、やべえなんだこれ、なんで出てこなまいちゃったんだ、あちょっと一回落ち着こう、あもう、うわ行きますか、じゃあついて行きますよ、いいことあるぞー、あついてるともみん、すごいですね、はい、そんな塩梅で皆さん本日も顔晴れるで頑張っていきましょう、ついてるともみんでした、じゃあねー、バイバイキーン、ウィンウィン。